はい、皆さんこんにちは、マネルビーチです。では今回は、デートグの絆オーバービート、棒の岬沖海戦ヤマト特攻リベンジ、続けていきたいと思います。前回は、シンガポール、マラッカ海峡をようやく、反攻ののろしとして、攻略することができました。ここですね、ボーキサイト、アルミが6個取れるというのはね、9個取れるというのは、もうむちゃくちゃでかいので、早速アルミを取るためにですね、どうしようかな。南シナ海とかの鉄資源も欲しいから、一概に輸送船をここから廃するわけにはいかないと思いつつも、日本近海からちょっと輸送船を引き継いでシンガポールに配備しましょう。輸送船が今一番欲しいけど、前回戦いでね、ご覧のように中大破してる、従順が多すぎるので、これの、回復に鉄を、目いっぱい使ってしまうでしょうという状況ですね。アルミができたら、ちょっとでも航空機を作って配備してというのをね、やっていきたいと思っています。長距離爆撃機、これを作る。この長距離爆撃機に関して、偵察機もね、もう兼ねちゃおうということで、生産するのは、この長距離爆撃機と、長距離護衛機に、特化してですね、生産のラインは集中的に作っていこうと思います。効率化とかっていうのは、このゲームに関してはないんですけども、管理面を考えてそういうふうにしていきましょう。で、艦隊の方なんですが、マレー沖に入っている、この従順艦隊ですね。これを、マラッカに移動させて、第1艦隊に合流させます。第12艦隊、これをどこに置くかだな。次の攻略目標は明らかにレイテなので、レイテをどう守るかというところかな。となると、一旦南シナ海あたりに入れておきましょうか。で、一方で、マレー沖に入っている艦隊のうち、南シナ海から潜水艦隊をマラッカ海峡に移動させます。で、第3艦隊と第11艦隊をガッチャンコしましょう。で、第11艦隊で、この南シナ海は守りきると。で、第4艦隊の従順艦隊は、これもマラッカに移動させて合流させます。で、沖縄見ます。沖縄はすでにこの第6艦隊で守る体制ができている。で、こちら、日本近海は第2艦隊と第7艦隊をガッチャンコして、この駆逐艦隊で守りきり体制に入りましょう。では、お金を使っていきます。鉄とアルミはないけど、お金は多少なりともありますからね。兵器開発は、全天候型の航空機の開発は実は始めているので、他に欲しいものがあるかっていうところだね。お金を使ってまで。一旦見送っておこう。航空機の開発も見送ります。艦上タイプのものであればね、率先して作っていきたいところですけど。では、技術開発、浅く入れましょう。物資の援助は、いやー、ドイツはさ、金をむちゃくちゃ余ってるね。これ見ると。鉄アルミはね、日本並みに枯渇してるように見えますけど。インド洋からは敵の艦隊が迫ってくる可能性はもちろんあるものの、一旦シンガポールで蓋をして、ここからは太平洋戦争を仕掛けていくと。反撃していくという形かな。で、今作ってるものですが、まず、正規空母赤城ですね。これは改装しました。で、巡洋も今改装中。あと1週間で完了しますね。これで、正規空母、洋上基地型のものが4隻体制になるものの、残念ながらね、そこに配備する航空機がないという状況なので、そこをどうカバーしていくかかな。
航空戦力をね、整えるというのは9になります。で、レイテの方はスパイレベルが今1なので、これがね、スパイレベル上がってくれば、レイテ攻略可能かどうかというのが見えてきますね。レイテまで攻略できれば、もうアルミ資源に関しては、安定的な確保ができると思うので、まあ、ある種心配の種が一つ消えるということになろうかと思うので、当面の目標はレイテ攻略。まあ、ただここはね、アメリカ軍が6個艦隊いるので、敵の基地3つプラス6個艦隊を壊滅させないと、このレイテが取れない。ただこのレイテが取れれば、アメリカ軍のね、太平洋艦隊は壊滅させたも同然なので、破竹の勢いで、オーストラリア、太平洋、西海岸と進撃が可能になると思うので、このレイテ沖をね、一つのターニングポイントにしていきたいなと思っています。では、やることないので時間を進めましょう。その前に、セーブは、こまめに、やっていきます。さあ、敵の連合艦隊、日本近海に侵攻ですね。まあ、これは、逃げ切り態勢に入ります。なので、ちょっと時間はね、進めていきます。もう日本近海に配備していた、航空戦力もすべて鉄くずに戻して一度ね。鉄くずに戻して、実は、超長距離爆撃機に変えてしまってるので、もう日本近海には航空機がゼロです。本当にゼロ。一機も配備していない。はい、日本近海逃げ切りですね。駆逐艦1隻失ってしまったのは痛手ですが、まあ、御の字でしょう。アメリカ軍は第1、第3、第4と主力艦隊を送り込んできていたので逃げ切れてよかったです。でもね、アメリカ軍本当にこの直縁が184、護衛が150、それに対して爆撃が88、雷撃が95ということで、いかに、航空機を守ってるかっていうのがわかるのと、驚くべきが偵察機が80ですよね。これがね、日本との差かな、今の。で、マレー沖も同じく逃げ切りになります。まあ、ちょっと逃げ切り作戦なので、このまま時間を進めていきますね。はい、またちょっと駆逐艦を一隻ね、失ってしまいましたが、なんとか、逃げ切りですね。マレーにも少し駆逐艦を増強してあげる必要があるな。で、巡洋ですね。改装した巡洋が、洋上基地型として竣工してます。計12隻が入ってきているので、この計12隻をそれぞれ日本近海とマレー沖に配備していきましょう。高性能策略。これも欲しいな。これあるとでかいもんね。基地攻撃しかり、空母の甲板攻撃するにしても。高性能策略はちょっとお金を使っていこう。まずは兵器開発で今見た高性能策略。ちょっと他も、優先して、作っていった方がいいものがないかどうかを、総点検しましょうか。まずは艦載対空レーダー。これは、艦艇に載せるレーダーですね。対空レーダー。まあ、これ欲しいけど、まあ、優先度は低いよな。水上レーダーも低いよね。照射レーダーも低めかな。高性能策略。これはもう最優先。研究。
で、攻撃兵器 VT 新艦、これもね、敵航空機の撃墜率が上がるっていうのは防空に課題のある日本からすると喉から手が出るほど欲しいけど、10週間プラス金が5000。あー、新興材3も欲しいよね。できるだけね、味方の損害は少なくしたいので。あとはディーゼル系が3つですね。あとは航空機に乗せるレーダー、それにジェット機体、それにエンジンですね。まあ、まず、おぉ、高性能作薬だけで一旦進めて、まあ、お金が余ってたらちょっと他のところに費やすっていう感じにしましょうか。物資援助は、いや、アルミがないな、日本。アルミがないし、鉄もない。鉄が欲しいね、今は。超活動は、レイテ、セレベス、ジャバ、マラッカ、まあそうだね。マラッカでできれば敵をね、食い止めたいところにはなるので、まあ、ちょっとそこは様子見しましょう。で、日本近海ですが、3隻の軽巡を分離1回して、いや、本当にもうこういうやりくりだけの話になってますからね。塩見をマレーに派遣しておこう。やっぱ最低3隻体制じゃないと厳しいので、そうなるとマレーにもう1隻送っておきますか。これでマレーは3隻体制で防衛ができる。で、第一艦隊の方は編成を見直します。従順を補充して、まあ、長門がいなくなってますけどね、これでまだ艦隊としての規模は確保できたという体制ですね。あとは艦載機さえしっかり準備が整えば、マラッカ海峡で、戦闘に耐えられるという状態になると思います。ではマラッカ海峡も絶対に防衛してアルミを安定的に取っていく必要がある、まあ、そういう海域になってますので、マラッカ海峡に関しては飛行場を作りましょう。シンガポールに一つ。シンガポールはね、僕も好きな国なので何度も行ったシンガポール。実はね、タイガールを一人シンガポールのマリーナベイサンズのマーライオンパークビューに止めれば、だいぶがっつり心がつかめると思うので、ちょっとその作戦をね、まあ、来年実行しようかなと思ってます。まあ、じゃあ、マーライオンパークってマーライオンパークビューってどんな感じなのっていうのをね、ちょっとこの後お見せしたいと思うんですよ。これはね、去年か一昨年かタイガール、まあ、今の沖に、貸しようとしてる子ではない昔のお気に入りの子と言って泊まった時の、マーライオンパークビューなんですけど、まあやっぱりね、素晴らしかったですね。まあ、一泊あたりはね、もうちょっと貧乏サラリーマンからすると、かなり苦しい金額だったんですけど、まあさすがマリーナベイサンズという感じですね。さあ、では残ったお金は温存して、第一艦隊が回復するのが、あと3週かかるわけだな。3週。で、従順に一応提督を乗せとこう。前回バッコバッコ沈められてるからね。そこに、あてがう形で、近藤さん、小沢さん。さらに、伊藤さんも乗せられるね。これで第一艦隊は、かなり、まあ、分厚い艦隊にはなってきましたね。あとは本当にこの赤城と加賀、超加賀、超赤城に乗せる、その航空戦力。それを確保できれば、まあ、アメリカ軍に対抗する、その手段となり得るかなとは思うんですけどね。で、今、未配備艦のをちょっと確認していきましょう。未配備艦が、
慶春が2隻あるので、この2隻をちょっと用意しますか？で、もう軽空母に関しては破棄して鉄を回収する。で、正規空母は4隻体制になったとはいうものの、この洋上基地型の天城巡洋、改装したね、この天城と巡洋には乗せる艦載機がないので、これらは一旦放棄。で、慶潤2隻を新しい艦隊として、用意して、各海域に逃げ切り用として配備しましょう。最低3隻各海域に欲しいので、まあ、日本近海はいいよね。今の慶潤も合わせて。沖縄も問題ない。南シナも、大丈夫だね。マレーだね。だからやっぱマレー。マレーだけ注意が必要です。で、鉄が2800できたので、この鉄を使って、まずは輸送船を作りましょう。2隻とはいえ、貴重な輸送船。これをシンガポールに配備して、ちょっとでも多く、確保していく。沖縄からもう輸送船を全部撤収。金は今いらないので、アルミ。マレーからアルミを取る。これで OK かな。これで次のターンがちょっと楽しみですね。アルミがどれくらい入ってくるか。で、アルミさえ入ってくれば、航空機を作って、赤城と加賀に航空機を満載にできたら、レイテ攻略しましょうか。いや、レイテこれだよ。レイテこれだからね。航空機が286機。それに、アメリカ軍の艦隊とイギリス軍の艦隊、混合とはいえ6個艦隊だからね。さあ、日本近海。じゃあちょっとまたここは防衛線に入ります。はい。日本近海守りきりましたね。また慶潤をちょっと失ってしまったのが、撤退行動が少し遅いのかなって感じですね。よし。鉄アルミが少し残ってはくれたってレベルだな。マラッカ海峡ではアルミが6で、輸送船の数がまだ足りていないので、今回も輸送船を作ります。で、輸送船を配備。今は本当に欲しいのが、アルミ一択なのでね。で、アルミが取れるところで言うと、マレーでもアルミは取れるので、マレーにも欲しいよな、輸送船ね。とりあえずしばらくの間は輸送船かな。お、レイテが！待ってくれ。今ならレイテが攻略できるんじゃないか。レイテ攻略。そのチャンスが来てるね。敵の戦力ちょっと確認しましょう。レイテ。ですが、詳細情報。まずは、敵の、これは、護衛空母ですね。航空機34。悪くないね。これも、4隻の軽空母。2。この辺は？従順。従順か。魚雷を持ってないからね。敵の従順は。で、爆雷を積んでるかどうかだな。爆雷を積んでいるものが駆逐艦としてはあるね。ただ、従順は爆雷持っていない。で、第11艦隊は？これも同じような構成ですね。
これは、あるぞ。大いにありますね。航空機を作ります。もちろん、長距離の爆撃機。これを3機作って、超赤城に搭載。間に合わないかな？次のターンで入れちゃうと逆に間に合わないパターン。で、お金を使っていきます。技術開発はマックス値で入れていく。物資援助は、特にもう援助されたい、したいものはないもんね。兵器開発も一旦見送りましょう。で、いや、レイテを取りたいよ、レイテ。艦隊を動かそう。で、編成の面からですね、中大破しているもの、まあ、置いていきましょう。第一艦隊が、レイテに、2週かかるか。2週間後までどうなってるかちょっとわからないっちゃわからないけどね。第15艦隊と第13艦隊、一部の艦隊を引き抜く。さらに第16艦隊にも補充しましょう。第13艦隊から。OK だ。これで第13艦隊を置いて、第13と第15をガッチャンコしなきゃいけないので、第13艦隊から引き抜きですね。これで第15艦隊と第16艦隊をレイテに2週間後に投入可能ですね。2週間後。では、ちょっと今回、逃げ切りしかしてないんですけども、次回レイテ攻略して、防機サイトアルミ13を取りに行きたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。